たりから。おー、ちょっと待って、また音鳴らしちゃった。今日ミス多いな。ダーマくんバチバチありがとうございます。お、高額だ !399 だ399だ !399 かな、いけるかもしれない。ぜひよろしくお願いします。バチバチたくさんありがとうございます。レモリカチ、ほんと？それはよかった。ひなさんいらっしゃいませ。こんばんはです。すごいのんきにさのんきにさこの解説してたらさめっちゃさ見落とすっていうさはい、そうお名前がね、あの誰が打ってくれたのかっていうのがね分かるような感じになってますね。ちょっとなんかさ今日もらいすぎてるのかさカクカクなんだけど、ミニモ感がミニモ感がカクカクしてるんだよ。ちょっと言うほどでもないんだけど、こんなあまりにも歌い継ぎゲームがチケットしてもらって、次の日に歌いにしようかなと思って、いつももうちょっと、11時15分ぐらい、3時間ぐらいかけて、よく来たな、いつでも来てくれよな。あと1週間ぐらいしたらさ、多分さ、私、関東圏にいるんですけど、首都圏ぐらいにいるんですけども。多分あと1週間ぐらいすると過ぎ去ってくれるんですよね、大体怖すぎるんですよね、多分いつでも来てくれよな。ちょっと4日連続なんですよ、明日。そう、ぜひに出させてもらう。明日ですね、ファンボックス限定の配信します。たくさん、私あんまり雑談とかをね、あの YouTube とかで少ないので、っていうのと、まあね、雑談する自信もないのもあるんですけども、雑談したいなと思ってます。あの先行情報、ちょっとした先行情報とか、まあ、ちょっと商談とかをしながらお話ししたいなと思ってます。ちょっとしたっていうのが良くないのかな。素晴らしい先自分で素晴らしいっていうかとんでもない先行情報とやっほー、うん、商談とかをしながら行きたいと思います。とんでもない先行情報ではないような気がするな。まあいいや、はい。明日？ちょっと今日木曜日だよね。って言われてる。先行の情報。明日金曜日だよね。あ、合ってる。ちょっと待って。自信がない。明日金曜日見るよね。明日本当ちょっと待ってるよね。って言われてます。とてつもない前例のないレベルの先行情報が、いや、ちょっとしたかな。ちょっとした先行情報、明日来るんだよね、よかったよかったよかった。お疲れ様です。ボケてるかも。今日木曜日の話、歌うくしてるから。あそこあっても雑談がどうとか、雑談はね、自信がないからって話。違うか。なので、
少人数のね、みんなとめっちゃ話せるかなって思って、歌も覚えられたらいいな、引き続きこんな短時間でそんなにいっぱいできるのかなってはい、という配信になっております。9時半からですね、ハンボックスの時はだいたい9時か9時半ですね。で、あさって500耐久したいと思います。今日の400もらってるんですけども、ありがとうございます。500耐久と銘打つのは初めてなので大丈夫かなって感じですね。ぜひぜひ高評価をしに来てもらえたら嬉しいです。で、日曜日はピアノ弾き語りをやりたいなと思います。よかったよかった、明日金曜日でよかった。でもあった信じたいよ、この手をこの日々を君と泣いて君と笑って僕は強くなれただろう、君がくれた言葉はここにたぐり寄せた希望がぬくもりを抱いている、愛を許せる強さはごめんなさい、君が僕に伝えたこと、会えなくてもわかってるよ、今の僕はあの日の君に胸を張れるのかな、嬉しいこと悲しいことその全てを忘れないよ、一つ一つ心を照らしているそうだよ、一人じゃない、おい、さよならさえありがとうさえもう君には言えないけど、季節は今確かに変わってゆくそうだよ、始めるよ歩いてゆく歩いてゆく